お疲れ様です。お疲れ様です。なんですか、なんか何話せばいいの今日はなんか、いや、まずこれでしょ。それなんですか。さっき引かれたんですか。現場に道路で引かれてこなかったにしては軽傷っすね。なかなか服汚れて血は出ずに、はい、なんかタイヤ痕みたいなのこと両津勘吉みたいなはい、まあ、屋根登って水かけ、また水かけてあ、そうなんですか水かけて、はい、屋根登ってたら、まあ、こうなりました。バッチですね。私なんか水かけ要因みたいな水かけ要因なってる、まあ、今日は、なんか、あれですよね、決起会が開かれる。なんてアベンジャーズ決起会。そうです、そうです。決起会？はい、まあ、そうですね。今週エリアの塗装の職人さん、親方さんが集まって、で全員来るんですか。本社でもう常駐でずっと入ってくれてる、はい、まあ、5チームかな、常駐は。はいはいはい。で、はい、来てもらいます、現場終わりで。あ、じゃあ寺岸さんと浜野さんの夢の共演が見れるってことですか。そう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 、もう本当に。あと鈴木さんとレジェンド兄弟ですね。そう、鈴木さんとレジェンド兄弟はモザイク付きで。モザイク付きですけど、動画です。みんな本当にもう10年とか、もうみんな5年以上ぐらいやってる人たち。はい、うん、みんないい職人です。お、呼んで呼んで、まあ、ちょっと、はい、まあ、目的は工程の話したり、はい、あと新しい社員さん入ってきたんで紹介したり、はい、あ、はいはい、あと私も緑店エリアにいて戻ってきて、はい、で職人さんと、まあ、営業に専念してて今全然会えてないんで、はい、私の話あって一緒に頑張っていきましょうみたいな。あ、まあ、たまには顔を合わせて、はい、で、まあ、こまごま、まあ、名刺現場でちょっと渡しますかとか、いろいろ現場の細かいことを話したり。え、こういう会って誰が企画するんですか。企画というか、まあ、定例会みたいにやってたんですけど。昔はやってたんですか。そう、2ヶ月に1回ぐらいやっていて、はい、ただ、まあ、コロナになってからはお休みしてたんですけど、はい、そろそろいいかなってあ、そういう感じなんですね。思って久しぶりにやって、まあ、これから定例会また復活しようかな、職人会に。はい、そんな感じですね。今日は面白くない動画です先に言っておきますけどあの大丈夫ですね、最近面白くないんでどっちみち、どの道、そう、ネタはないまあ、ただでも、まあ、あれですね、この会社の内部さらす系 YouTuber なんで。あ、そうね、そうですね。そっちが、まあ、今日はそういう趣旨です、ね、まあ、そう、まあ、こういうこともやってますよみたいな感じですね。まあ、横領の件も出したんで、まあ、こういうことも出していかないと。さらしすぎかなって思うんですけど、まあ、横領でも、うん、私の友達でも、はい、本当テレビ CM 出るような大手のハウスメーカーとかでもやっぱあるみたいで聞くんですよ、はい、マジか。同じ営業所で、はい、やっぱ発注金額と調整して、はい、ね、差額出して、はい、わあ、結構いるんですね。大手でもあるって聞きます。事件がなくて、まだ僕らもあるかもしれないですね気づいてないだけで。まあ、なんでそういうのはやっぱちゃんと上が下見てるかっていうのがありますよね、はい、職人が来るまで待ちましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、まず、あの、暑い中現場終わり集まってくださってありがとうございます。塗装専門店さん増えてるんですよね。私も営業やって、もうこの会社で7年経ちますけど、7年前と今じゃこうバッティングする業者さんが、まず塗装屋さんなんですよ、が多くなってきてて、まあ、品質面でこういうこときちってやってちゃんといい工事してますっていうところを歌っていきたいので、これ完成形なんで新品の、すいません、塗装っていらんいるんですその昔はその DVD 撮って写真絶対じゃんって感じで、今私なりですけど、その、ね、世代が下がってきてメールしたりっていう人とか増えてきて、写真データでちょうだいとかやっぱよく言われるんですよ。よく言われる。でクレームになればなるほどやっぱ求められるんで、自分たちの身を守る意味でも撮ってほしくてっていうのもありますし、まあ、普段こう営業、私と林さんが本社エリア回ってますけど、こんだけ、まあ、工程看板
見て職人さん大変なんですけどここまでやってくれてますっていうのもきちっと伝えるのでよろしくお願いします。ちょっとホームページとかも顔みんな出てますよね。で資格とかあったらちょっと書きたいのでまたおいおい聞きます。あと三重県のチラシをうちのその会社ってほぼ普段のあの新聞の折り込みチラシとあとホームページとあと最近だとまあ YouTube からお問い合わせいただいて営業してるんですけど、でその一面広告この新聞の半分に時々入れてるんですよ。知ってます？うちが入れてるの入れてて、それを三河とか尾張とか入れてたんですけど愛知県しか入れてなかったのを去年の冬ぐらいから三重県も一面入れるようになって、でちょっと多分問い合わせが増えると思うんですよね三重県ので。鈴木さんだけじゃ回りきれないってなったらたまに四日市とか桑名とか行ってもらうことが出てくるかもっていう予告。四日市あるですか？逆に一宮は確かに遠いですよね意外と。今日もありがとうございますありがとうございます。しかも広いしね一宮ほぼ岐阜みたいなとこありますもんね。今まで本社はこのホワイトボードをね、もう消えとったけど使っていくようにしたんで、これ本社ふらってきたら一応乗ってるんで、こうってあそこに置いてありますよ、ね、普段は。今日はこっちに置いておりますけど、あの角に置いてあるんで。逆になんか職人さん側からなんかありますか？気になることとかあります？普段の管理とかその現場動いてる中でカットするんで。カットする？うん、カットする。ピーなところはカットするね面白くは使わないんでこの動画は。気になる、うん、真面目動画なんで。なんかやりにくいこととかこれはこうしてほしいとかってあります？そのこの現場だけっていう特殊な感じじゃなくて全現場通してこういうのをこういう風に変えてほしいなとかってあります？あれから浜野さんあれどうです？足場履いてます？履いてない。え言ってよ、ちゃんと足場手直し、どんなアンチ入ってますか？一段目が高いもんで、あ中段に中様より欲しかったじゃん、うん、一番下しかないので、いつも俺いつも上げるんだわ。ああ崩してる。中段に欲しいけど、一番下の高い階層のところの一番下プラス中にも一本入れてほしい。そうです、降りれるようにね。降りやすい。あ、そうですよ。あ、あるよね。それは言ったんだわ、言われてすぐ浜田さんに、リュウジ君に言った。その一番下にアウチ引くから寺道がいろいろやっとるんだ。一段目が長いんですよ。誰も引いてないですよね、今。で、前、章が引いとったんだ、それ。その時、だいぶ引きやりやすい。買いといてもらって。言ったんですけどね、全員のところで。1階の階層が。事務所行った時に、大きい声で言っといたんですけど、誰も聞いてくれないですね。いいよーって言っとったけど。いいよーって言っとったけど。ね、1回、1回でできないパターンもあるよな。何回も言わないと浸透しないことなんだろうね、きっと。土台置いてない。あ、せめてね、確かにアンチ置いたりとかこう手すり置いたりとか。あ、縦地も欲しいかな。縦地短い縦地。めっちゃ組み替える気がないね絶対組み替えるのね。え、結構組み替えてます。私はいや、そうなんです。逆にえ、組み替えてますか？私はしょっちゅうやる。浜田さんはやっとる。え、組み替えますか？結構多分ね、みんなで鈴木さんも結構触る。はい、変えてます。ガルブラケットかけたりとか、うん、ああ、ちょびっと改造。こういう足元で見えるかな。うん、アンチが2枚入ってるってことか。あ、手すりがずれてるのか。手前のやつが軒のやつで、うん、こっちは、うん、これ段差違うの？段差違うの？こっちはこれがないの。これ1年ぐらい前に彼女に見せたから、うん、これええな、言うとかやってないでしょ。しかもでも、カント最近自社の足場組んでないもんで、外の仕事ばっかり取るから余計あれじゃないですか。それ、でもそれは言ったらやってもらえるんじゃないですか、別に。うん、その一周ぐるりだけでしょ。ここが段違いになって。そう。あの特殊な。ですね。あ、特殊な。アンチ増えちゃうし、う狭いやつ。まあ、敷地がしても広くないとできない。それもあるね。まあ、このほとんど、育てる時で、ここの鳥に頼んだら、知り合いが。せめて
ここのやりやすいんだ。まあアンチ入れれないとしてもやっぱ手すりその軒取りの上触るよ、上の方触るより1本入れたりとか。トイが軒か触れる足場はうちはクリアしとるけど、うん、軒取りのその外軒取りとかハフが触りづらいってことですか、うちの足場。そうそう、軒取りとかそういうのが軒取りの横取り、正直ヘルメットかぶって多分稲葉はしてこう塗らなあかん。そう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 。ああ、なんでヘルメが逆に邪魔になる。イメージが下からは乗ってやめやすいけど、ノキドイはこれ無理だぞって。でこっちからやれる足場が欲しいとですね。そうそうそう。ああ、それ言うなら面倒くさがりなんだ。まあかかるかもだけど。ちょっと面倒くさいと思うよ。っていうの昔神田君に言うたら、いやそんなことないって言うと、そんな面倒くさないって言うとだけど。職人さん向けの顔に行ってるかもしれないけど、面倒くさくなると、まあ、手間が増えるのは明らかだけど、うん、まあ、夏場でもやっぱ大変なことがあったんで、せめてね、猛暑できつい時だけどか分からんけど、手間じゃないと思うけど、まあ、ちょっとね、一つの案として伝えてみます。そういうのもあるよって。そうですね、うん、まあ、それがあるとだいぶやりやすい。多分、トシさんに言えば、うん、やってくれる。せけど、毎回来たらめっちゃ嫌やろね。でも、だいぶやりづらいってことですよね、こうやって軒を塗るのを、うん、そのいつもだいたい軒に合わせたもんで、軒が塗りやすいように、うん、まあ、私も結構商談で熱く語ってます。もう本当に本社員の職人さん、こういう人間で、こういう本当腕だけじゃなくて人間性も素晴らしいですって、すごい熱く語ってるんですよね。なんで、まあこの営業や現場管理と職人さんの人間関係をどんどんやっぱ密にして商品磨いていけたらなって本当に思ってるんで、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします、はい、遅い時間に集まっていただいてありがとうございました。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。チャンネル登録お願いします。